シオン、あ、シオンタン、そう、シオンタンが、そう、シオンタンがさ、もうなんか、そう、マネージャーさんとかついてきてくれんだけど、もうシオンタンがさ、マネージャーに飼われてる、なんか猫みたいな感じでさ、なんかちょっと警戒してんの、人見知りだから若干、なんか人見知りしてて、なんかちょっと影に隠れててさ、シオンよと思って、シオンタン会うとさ、可愛がりたくなるから、猫は。たまたま、猫とシオンタンが、隣の席だったのね。そう。シオンタンとめっちゃ話してた。シオンタン、可愛かった、シオンよ。シオンタン、久しぶりに会うね、って言って、うん、久しぶりだね、とか言って笑ってて、シオンタンは何歳になったのかなっていう。いとこのおじさんムーブしてたの、ずっと。シオンタンはもう今いくつになったのかなって。ミコチが一番話せたんですよ。やったー！そんなにね、シオンタンと会って話すタイミングないからさ。